アイテム番号 SCP-203JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-203JP の存在する岩壁へ続く連絡階段は月に一度点検し、 SCP-203JP への常時かつ確実なアクセスを確保しなければなりません。連絡階段の入り口には山小屋に偽装したガードポストを設け、6名のセキュリティ要員及び12名の B クラス職員が配置されます。SCP-203JP 特別指定区域に指定されている海岸部は3カ所に遠隔監視装置が設置され、担当職員によって常に監視されていなければなりません。この特別指定区域とその海岸部はそれぞれ、自然公園法の特別保護区域と海域公園に指定されているため、観光客や漁船などの出入りは制限されています。しかし一般人の侵入は、特別指定区域へ続く参道の常時の有人監視と海上の巡視艇によって防がれなければなりません。9月から11月、そしてその2週間前後の期間にはこの監視体制は一層強化されます。この時、前期の規制の他に天候不順などの各種カバーストーリーによって航空機の上空への侵入を防止し、当該機関の衛星写真については各衛星に組み込まれた電子欺瞞プロトコル。今日はやけに雲が厚い。を起動し、特別指定区域の画像を加工します。会食イベントが発生し会食が全体の 34% まで進行したとき、直ちに SCP-203JP に8名の B クラス職員を投入して会食の進行を停止させてください。この時 D クラス職員は昏睡状態にしておくことが推奨されますが、緊急の場合は除きます。B クラス職員を追加で投入して会食により削られた部分を回復しなくてはなりませんが、追加投入はセキュリティクリアランス3以上の担当職員が監督します。会食イベント中の SCP-203JP へ現地に生息する小型爬虫類が侵入することを防ぐために、イベント中の SCP-203JP は D クラス職員の投入が可能になるまでシートによって密閉されます。イベント中の SCP-203JP へ爬虫類を投入するのは実験目的であっても禁止されています。説明。SCP-203JP は和歌山県、市に存在する、凝灰岩の巨岩の中腹にうがたれた小さな横穴です。巨岩は高さが15メートルほどもあり、平安期に掘られたと推定される階段が SCP-203JP まで続いていますが、摩耗のため使用に耐えません。そのため、現在は別に連絡階段が設けられ SCP-203JP へのアクセスを可能としています。巨岩及び横穴を人為的に破壊する試みは全て失敗し、雨や風による侵食でのみこれらの対象は消耗します。SCP-203JP のある巨岩は、半島の付け根に位置しており、半島の巨岩より先の部分は SCP-203JP 特別指定区域として指定されています。SCP-203JP の異常性は、平均的に9月から11月までの期間内に、年に一度発揮されます。SCP-203JP 特別指定区域の海岸部において異様な高波が発生することで会食イベントが開始され、これを境に通常よりも劇的に早く会食が進行し始めます。半島はその先端部分から SCP-203JP まで、キロメートルの全長がありますが、試算によれば遅くとも15日前後で半島全体が会食により全て海面下に沈むと考えられています。収容前、半島には典型的過疎村である、村があり、人の民間人が居住していましたが、収容後に全て記憶処理を施し移転させました。この会食イベントは、会食が半島全体の 34 以上に及んだ時に SCP-203JP の中へ8人の人間を投入することで即時に停止します。また会食を受けて海中に沈んだ部分については、イベント停止後に人間を追加投入することで回復されます。この回復は半島上部に堆積した土壌や植物、建造物とその細部にまで及びます。ただし、人間を含む動物は会食の影響を受けて死亡。
破壊された場合でも回復対象に含まれません。また人間以外の投入は無意味であり、蛇を含む爬虫類の投入は逆に回食の速度を促進します。追加投入による回復量は1人につき半島全体の 10% 程度であると見積もられています。投入する人間には特段の注意は必要なく、人間であれば老若男女や意識の有無に無関係にイベントの停止、海中に沈んだ部分の回復に使用することが可能です。SCP-203JP に投入された人間は SCP-203JP の壁面に触れた素肌の部分から、壁面に開いている微細な穴に水分を含んだ生体組織の全部を吸い込まれます。この吸引は強力なもので、投入開始から数分で生体組織の 95% が壁面に吸い込まれます。衣服に残った血液なども完全に吸い込まれるため、使用した B クラス職員の高速衣は再利用が可能です。半島の会食が34以上に達していない場合にはこの吸引は行われません。吸引された生体組織がどこへ行くのかは、SCP-203JP 及び巨岩の破壊不能性により不明です。SCP-203JP による会食が開始されると、SCP-203JP 特別指定区域の 3km の沖合に推定6万匹のセグロウミヘビが集結します。この時のセグロウミヘビはイワシのような巨大な集団を作り、会食によって水没した部分を通って2から3日ほどかけて SCP-203JP へ近づいていきます。これらのセグロウミヘビは通常より凶暴性が増しており、海中の生物を手当たり次第に捕食している様子が確認されています。陸と海の接する岸壁に到達するとこれらの海蛇は岸壁に体当たりなどを繰り返し、その結果として海食はより早く進行します。この行動で海蛇たちは傷つきません。SCP-203JP は地元住民以外には奇岩として知られていましたが、特に注目を集めるようなものではありませんでした。しかし、村の住民は SCP-203JP の異常性を把握しており、少なくとも数十世代にわたって会食イベントを停止させ続けていました。会食イベントは神道の綿摘み、龍打信仰に結びつけて解釈され、投入と同時に祈祷や儀式が行われていたようです。しかしこの祈祷や儀式は SCP-203JP の異常性の抑制などに全く関わりがないことに注意してください。彼らが投入に使用していた人員は聞き取りによると、多くは計画的に出産された乳児や死期の近い老人でした。村内では近親婚が行われ、タオット多妻制の下で持続的な人員の産出が確保されていました。SCP-203JP の確保の際には投入用の人員と見られる幼児が、倉庫内に備蓄されているのが発見されました。これらの幼児は狭い場所に閉じ込められた上に鎖などで拘束されていたことで、骨格が変形し歩行も困難で会話もほとんど不可能な状態でした。国土地理院内に潜入していたエージェントが地形の著しい変化に気がついたことで、村は財団の注目を浴び、捜査が開始されてすぐに SCP-203JP が発見されました。SCP-203JP の確保の際に、村の住民が組織的に抵抗したため、機動部隊が現地に投入され7名の住民が収容されました。この際、初期交渉に当たっていて非武装だったエージェントが住民によって射殺され、博士は全治3ヶ月の重傷を負いました。機動部隊が村全体を制圧したことで、村は抵抗を諦め、村の主催者と有力者から SCP-203JP の基礎情報が財団に譲り渡されました。村から得た資料には会食が SCP-203JP のある巨岩まで進行すると、会食が巨岩以後にまで及び、日本列島が全て水没するという推測が記述されています。しかし、の住民の SCP-203JP に関する正確な知識は、今のところ前述の SCP-203JP による会食の停止、半島の失われた部分についての回復についてのみであり、この推測の信憑性は疑問視されています。また資料では、
現在 SCP-203JP の異常性が特別指定区域に限られていることは、村人とその血筋が存在していることに起因するものであるという仮説が展開されています。村の住民は収容当時の平均年齢が50歳であったこともあり、村人のほとんどが本報告書執筆時点で死亡していますが現在も、人が生存しています。戦術の仮説に基づいてこれらについての監視が行われています。しかし村人が半島から全員退去した後も SCP-203JP の性質に変化が見られないことから、この仮説も正確でない可能性があります。ほい、以下は、村制圧直後に行われた、村の主催者と有力者に対して行われたインタビューです。当時、会食イベントの進行3日目であり早急な対処が必要であったため、インタビューは現地で行われました。インタビューはエージェント藤田が担当し、監督には加藤木博士がつきました。対象、村内、有力者、有馬、及び、主催者、馬場。インタビュアーエージェント藤田。付記内容は可読性のために全て標準語に翻訳されています。録音開始。1900年9月日。エージェント藤田、記録開始。お二人とも、昨日は資料の提供の方ありがとうございました。おかげさまであの超常現象への対処法がはっきりしました。今回はあのオブジェクトの起源について伺います。それでは有馬さん、あの岩と、そこに開いている穴についてできるだけ詳しく教えてください。有馬、あれは、大いなる海と、その御使いである竜蛇様に我々の血肉を捧げるための門だ。あの門を通じて我々は罰を受け続ける。エージェント藤田、門、それに罰とは？有馬、私たちの先祖はある時、海と、竜蛇様に失礼を働きこの罰を受けた。あの岩が風雪で削られ、一片も残らぬようになるまで呪われ続けよ、と。有馬、それがいつのことだかはわからないが、遠い遠い昔から我々はこの地に縛られ、あの門と岩を守り続けている。エージェント藤田それを放棄しようとは考えなかったのですか？ババ、バカシャメ、そんなことをしてみろ。我々が山に逃げれば竜蛇様はその山まで追ってくる。陸地を飲み込みながらな。逃げ続ければ全ての陸がなくなるまでそれが続く。エージェント藤田、なるほど。そう考える根拠は何かおありなのですか？有馬、大きな代償を我々は支払ってきた。血も肉も捧げ、私も姉との子を贄として捧げた。そうしたことを疑問に思わなくなるほど長い時間、我々はこの土地を守り続けてきた。エージェント藤田、それは根拠というより。有馬、根拠など必要なかったんだよ。我々は全てを捧げてきた。たとえ我々が逃げても何も起こらなかったとしても、今更これをやめるわけにはいかなかった。エージェント藤田、埋没費用というやつですね。有馬何？それはどういう？ババ、有馬を遮って。それにしても、本当なのか？お前たちが我々の任を引き継ぐというのは、それが口約束でないとどうして証明できる？エージェント藤田、それについてはどうか我々を信頼してください。こんなに影響の大きなものを放置するわけにはいかないですから。上も保護のために資源を割いてくれるはずですので、有馬、保護だと、貴様、あの靴を何だと思っている。あの靴とその向こうにいるものが何か分かっているつもりか、政府だかなんだか知らんが、あれはきちんと立て祭らなければ本当に全てを飲み込むかもしれないんだぞ。エージェント藤田、落ち着いてください。あなた方の取ってきた手順は必要なものについては最大限に尊重します。あの、はこれまで通りに扱われるものと考えてください。有馬、しかしそれでは、我々の、30秒間の間、次の馬場の発言までほぼ無音の状態が続く。馬場、有馬、
認めがたいが考えてもみよ。これが本当なら来年から孫に互いに夫婦になれと強いることもない。そして子が母のしとねに夜な夜な通うこともなくなる。それでよいのでは？有馬は馬場の発言を受けて瞑目し、ややあってわずかにうなずく。エージェント藤田、ご理解いただけて幸いです。それでは次になのですが、あなた方は、龍田様について、ここでインタビューを行っていた部屋に、儀礼において巫女の役目を負っていた早川が保安要員を振り切って入室する。早川、死ね、この、罵倒、お前ら全員、罵倒、よくも、不明瞭なわめき声。早川は加藤木博士につかみかかり、首を絞めた。早川は直ちに保安要員に引き離された位置。か藤木博士が咳込む音。有馬邸内から排除される早川の怒号。エージェント藤田、クソ、記録を終了する。とにかく博士をテントに運びましょう。その後の10秒ほどの録音には、慌ただしい足音や遠くからわずかに聞こえる早川の叫び声などが断続的に記録された。録音終了。ポイ二条記インタビューの3日後、早川が調査隊として派遣されていたサイト、81のチームのテントを襲撃し、保安要員によって無力化されました。この際、早川は外傷によって重体に陥り、折しもその日に会食が 34% 以上に進行していたため、臨時に B クラス職員として雇用されました。そして同じく B クラスとして雇用されていた、村の備蓄人員と共に SCP-203JP へ投入され、会食イベントの停止に貢献しました。